二人がね、誰に投票しても同じや思って、この世の中を変えたい。兵庫県議会の無所属野々村隆太郎議員は、去年度の収支報告書の中で、自宅がある西宮市から特定の4カ所までの往復の切符代を政務活動費として支出していました。行き先は城崎温泉に106回、福岡県に16回など、去年4月から195回に上り、金額はおよそ301万円となります。報告書には交通費の領収書がないほか、活動内容について具体的な記載もありませんが、議会の手引きに従い問題はないとしています。高齢者問題は我が県のみの我が県のみだ我が県のみならず西の宮日本中の問題じゃないですか。命がけであなたで分からんでしょうね。県議会事務所は野々村議員の一連の行動に違法性はないとしていますが、今後議会の手引きについて見直していく方針です。